イルトロバトーレは、ジュゼッペ・ベルディが作曲した全4幕からなるオペラである。1853年、ローマで初演された、ベルディ中期の傑作の一つとされる。1851年に、リゴレットを、初演、成功させた38歳のベルディの作曲の筆は、そこからしばらく止まる。1839年のオベルト以来、 年間一作以上のペースで作曲を続けてきた彼にとっては珍しい事態だった。1851年6月の母の死、ジュゼッピー・ナストレポーニとの同性生活に対する物生徒の街の人々の冷ややかなめ、そこからの逃避の意味もあって、金郊サンター型での農園購入と、その経営など、作曲以外の雑事に暴殺されていたのも事実だったが、作曲家として、 どうにか、これからの暮らしには困らない収入も得て、この頃の彼は、どこの劇場の移植も受けず、自ら選んだ題材を好きなだけ時間をかけて、オペラ化する、という大家ならではの作曲作法が可能となっていた。そしてそうした事故の選択による作品が、この、イルトロバトーレである。イルトロバトーレの原作、エルトロバドールは、スペインの劇作カグティエレスによって書かれ、 1836年にマドリードで初演された舞台劇であった。中世の騎士物語、男女の恋愛、ジプシー女の呪いといった雑多なテーマを盛り込んだこの複雑な舞台劇をベルディがどうやって知ったのか、今日でもはっきりしていない。スペイン語原点のイタリア語訳は当時まだなされていなかったので、イタリアオペラの重要な演奏拠点の一つであった。 マドリードのオペラ関係者がベルディに、個人的にこの儀曲を送付、語学の際のあったジュゼッピーナがイタリア語に、火薬したのではないかと想像されている。いずれにせよ、遅くとも1851年の春頃、ちょうど、ディゴレット初演の前後までには、ベルディはそうしたイタリア語訳に目を通し、カンマラーノに台本化を開始してほしいと、要請していたと思われる。ナポリ在住の台本作家、 サルバトーレ・カンマラーノは、ドニゼッティのための、ランメルモールのルチアや、ロベルト・デ・ブリューなどの台本で有名であるが、この作品が、カンマラーノとの共同作業となった理由もまたはっきりしていない。前日の通り、この、イルトロバトーレは、どこの劇場の移植も受けず、ベルディが創作したものであり、劇場の雑記作家を利用しなければならない、といった制約は、もともとなかった。 カンマ・ラーノは長年の劇場生活に培われた本能的とも言える劇的展開並びに自分の美しさについて定評の高かった作家でこういった複雑回帰な儀曲のオペラ大本家には適任の人物だとベルディが考えた可能性が高い。ただし構成面ではカンマ・ラーノは保守的な番号付きオペラの伝統に強く影響されておりベルディが前作 リゴレットで採用した切れ目のない重症の持続で緊張感を維持するといった新手法はここでは一旦交代を見せている。初演都市としては、はじめカンマラーノと縁の深いナポリサンカルロ劇場が考慮されていたが、ベルディの要求する金額があまりに法外であるとして劇場側が降りてしまい、結局ローマのアポロ劇場での初演と決定した。 これは作曲どころか台本の完成以前である。ところが、カンマラーノは1852年7月に休止して、しまい、第3幕の一部と第4幕のすべてが未完のまま残された。ベルディは、友人の紹介により、やはり、ナポリ在住の若い主人レオネ・エマヌエレ・バルダーレと、契約、台本は、カンマラーノの走行に沿う形で同年秋に、完成する。 ベルディは1852年10月のわずか1ヶ月で、それに作曲したとの逸話があるが、完成校としてはともかく、メロディーのほとんどは、カンマーラーノとの交渉が開始された1851年から作りためていたと考えるのが自然だろう。初演は、ベルディのそれまでの、どのオペラと比べても、大成功といって良いものだった。世界各都市での再演も早く、 パリは1854年、ロンドンとニューヨークが1855年である。また、フランス語化し、グランドオペラ様式化した、ルトルベールは1856年に、オペラ座で上演されている。ベルディ自身は後に、西インド諸島でも、アフリカの真ん中でも、私の、イルトロバトーレを聴くことはできます、と豪語している。全4幕時と場所、15世紀はめ。 スペインのビスカヤ及びアラゴン地方、ルーナ伯爵の居城の一角で警備の兵士たちにフェルランドが昔話を始める。先代のルーナ伯爵には実は二人の息子がいた。そのうちの弟君に呪いをかけた容疑でジプシーの老婆を家計に処したが、それと同時に弟君は行方不明となり、家計代から子供の白骨が発見された。 原伯爵はその白骨が弟であることを信じず、今でもその行方を探している。場面は変わって、城の庭園。美しい女官レオノーラが、マンリーコを待っているところへ、これもレオノーラに思いを寄せるルーナ伯爵が登場。暗さゆえレオノーラは間違って、ルーナに抱きついてしまう。そこにマンリーコが登場。遠惑する、レオノーラ、自分が愛されていないことを知り度する。 ルーナ伯爵、レオノーラを許し伯爵を挑発するマンリー子によって、見え賞が歌われる。伯爵とマンリー子は、決闘を行うが、勝負はつかない。レオノーラは気絶してしまう。夜明け。ジプシーの一団が陽気に酒を組み交わし、タイヤの仕事に精を出している。アズチェーナは、息子のマンリー子に、彼女の昔話をする。母親が家計に処せられた時、自分は、 白爵の子供を誘拐して、火にくべた。しかし気づいてみるとそれは、自分の実の息子だった。自分の出自をいぶかしく思うマンリー子だったが、アズチェーナは、お前は、自分の実子だよ。白爵に復讐してくれ。と焚きつける。全幕の決闘でマンリー子が落命したと思い込んでいるレオノーラは、修道院入りを決心する。ルーナ白爵は彼女を誘拐しようとするが、 マンリーコが阻止する。アズチェーナは、白爵の軍勢に捕らえられ、マンリーコをおびき出す人質とされてしまう。マンリーコとレオノーラは、教会で、結婚式を挙げようとしている。その最中、部下ルイスが、アズチェーナ捕獲の法をもたらす。マンリーコは怒りに燃え、母の救出と白爵への復讐を誓い、自分の軍勢を引き進軍する。戦いは、白爵軍の勝利に終わり、 マンリー子は城の牢獄に囚われのみとなる。レオノーラは伯爵に自分の体と引き換えにマンリー子の命を救うことを提案。伯爵はそれを受け入れ釈放命令を出す。レオノーラは隙を見て服毒する。レオノーラは牢獄へ赴もき、マンリー子を解放しようとする。マンリー子は彼女が低操を犠牲にしたことを非難する。レオノーラの飲んだ毒が効き目を表し始め、 彼女は愛する者の,のために死を選択した心情を訴える。ルーナ白尺も登場、虫の息のレオノーラを見て自分が騙されたことを悟り、マンリーイコの即時処刑を命令する。アズチェーナはマンリーイコの処刑を確認し、白尺に、あれはお前の弟だよと告げ、母さん、復讐はなった。と狂乱の叫び声を上げ、幕。第三幕でのマンリーイコの被れた、ミオ。 恐ろしい炎で、テノールは楽譜に書かれていない高音ハイシーを挿入することが慣例になっている。通説ではこれは、ロンドン初演時のテノール、エンリコ・タンベルリックが、ベルディの許可を得て創始したとされており、以来テノールのアリアとして、最大の難局の一つに数えられている。しかし、このハイシーを失敗することはテノールにとっての恥辱とも考えられ、 しばしば歌手は失敗を恐れて半音下げて歌っている。指揮者のリッカルド・ムーティはスカラザでの上演に際して常に作曲者の書いたままを演奏すべしとの原点主義に基づきベルディの楽譜通りに演奏させて賛否両論を巻き起こした。オペラを題材に2005年に宝塚歌劇団中組にて炎に口づけをイルトロバトーレが上演された。 新たに物語の主軸となるメッセージとして演出家の個人的なキリスト教批判を加えたことや残虐な処刑シーンが多かったことから波紋を呼ぶ作品となった。ありがとうございます。